はい、皆さんこんばんは。ですね、先ほどちょっと某、ネットをこうググってたらですね、なんと24日にですね発売する、まあ、ソニーの新型 FX3 なんでしょうね。これのですね、なんか詳細な写真が10枚なんとネットに公開されたので、ちょっとここをですね、ちょっと重要だと思うので、ちょっとね今日見てみたいなと思います。でまず1枚目の写真、24mm の G マスターレンズが装着されてて、これは結構ね、あのいろんな、まあ、ネットとかに情報出てたんですけど、これ結構わかるところが、フロントの、右下部にレックっていうボタンがついてて、6っていうボタンがね表示されてるんですね。これがレックが多分デフォルトでレックになってて、下で押せるんでしょうね。今日考えたなと思うのと、あとこれはカスタムで番号割り当てるよねっていうところが実際あります。左上のですね、IR の可視光センサーですかね、これがあの S3 とかについたりとか α1 についてる、ホワイトバランスの新型のですね、センサーなんですけど、ここがまずついてるよねってとこ分かるとことか、あと上もレックボタンがあったりとか、結構動画仕様になってますよね。で、右上のところですね、ネジ穴が3つあって、で、左側にもネジがあって、これはもうリグをつけなくても、しっかりですね、ネジが、4分の1でしょうね、のネジがついてるっていうところが一つのポイントだと思います。で、次ですね、2番目の、まあ、写真を見ていきたいんですけど、2番目は前面から写した写真になりますね。より斜めから見るより詳細になってるんですけど、まあ、E マウントっていうのが前面書いてて、しかもフルフレームっていうのが下のところにすごく強調されてね、書いてるよねっていうところとか、あとグリップのですね、内側のところの凹みがあって、結構ここの部分ですね、かなりスリットが入ってるから手の持ちやすさを重視して工学的に作ってるのかなっていうところとか、あとここのグリップの左側にちょっとうっすら見えるのが、これがねおそらくレックの光、あの多分レックランプがつくのかもしんないな。でもここはレックランプじゃないかな、違うのかな、右上かな。あ、でも上にアルファの上にもなんか白いつくとこがなんか見えますね、パイロットランプがつきそうなところ。ってなるとこのグリップの部分はセンサーついてるかもしれないですね。握った時に何かが反応するようなセンサーがついてるかもしれないですね。まあそのあたりが見受けられます。じゃあ次3番目見ましょうかね。3番目は背面の部分ですけど、結構ここ重要ですよね。左上に見えるのが電源ですね。そしてバリアングルモニターっていうのがもうこれで見受けられます。チルトではないですね。でモードボタンがあって、モードボタンの右側に、あ、そうか、ファインダーがないんだこれ。そもそもなんだろうこれ、ファインダーレスなんですね。ってなるとファインダーってのは別につけてないのか、これ大きいですね。で、右側にメニューですね。メニューとモードの間にあるボタンがちょっとわかんないですね。で、右側が、まあ、シャッタースピードとか、絞りとかを設定するダイヤルになってて、その下に、フォーカス、マグって書いてるのかな、まあ、ここのボタンが5番。ってことで、これはカスタムで割り当てるとこでしょうね。で、コントロールホイールの、このね、部分に、もうピーキングとか、ゼブラとか、シャッター、ディスプレイ表示ですねっていう部分が書いてたりとかするので、もうこれはもう完全動画に特化してるよねっていうところの作りですね。はい。で次4番目見てみましょうか。4番目がこの上部から映してる部分になるんですけども、シネマラインってがっつりもう左下に書いてて、で上から見るネジ穴が3つですね。そしてレックボタンが非常に大きくついてて、で、レックボタンの右側にあるのが、これジョグっていうか、あれなんだろうな、上下ダイヤルの、マルチセレクター？がこんなとこについてる。これもちょっとなんか、すごいとこについてますね。で、その上に2番、3番でホワイトバランスと ISO がついてて、で、その上にアイリスですね。
で、上に、あ、これすごいな、シャッターユニットの上ですね、TW って書いてるのは、これパワーズームとかに使えるコントロールの多分上下スイッチでしょうね。これが、あ、これはすごいな。うん、まあパワーズームのね、あの PZ って書いてる、まあ、レンズですね、まあ、そのあたりは全てパワーズーム対応してますので、電動ですね。これを押すとズームとかワイドになったりとかね、こう移動するものなんですけど、指一本できるよねと。今までのアルファは正直そういうことがなかったので、昔の NEX の時代なんかあったんですけどね、これね、これがついてる。うわ、すごいなこれ。はい、で次5番目、まあこれがですね、バリアングルがこういう風にくるくるっと回るよっていうところが実際書いてますね。ってことで前面にも必ずなるので、180度回転するのかな。で次6番目、おっとこれですね、これも結構ね騒がれてた内容なんですけど、音声入力XLR っていうキャノン端子ですね。で、これが、まあ、ソニーでいう、まあ、別売りでね、今まで発売されてるものがどうも同梱されてるんじゃないかっていう噂があって、上にこれ乗っかってますけどね。これついてることで、しっかりその業務対応もできますよっていうところなんですけど、すごい小型っすね、アルファ自体がこう見ると。で、次ですね、これは、上から見た、45度上から見てる絵ですけど、これも、ああ、なるほどね。この4分、あ、そっかそっか、あの上のネジでこれ固定して、それがなんか連動してスイッチになってますけど、ちょっとね、文字が分かりづらいんでちょっと分かんないですけど、この XLR のマイク端子となんか連動して使える何かこれ、でも上が取っ手になってなんか持ちやすいんじゃないかなっていうところは実際ありますね。はい、で次8番目、これは XLR 端子を上から正面上から見てる感じですかね。うん、なかなかこれもごついイメージですね。で9番は左から見てる端子なんですけど、ここが結構重要なんですよ。この FX3 と言われる本体の左側の拡張端子のところですけど、HDMI タイプ A ですね。これは α7S3 とかに搭載している α1 もですね。で、右側の方の上になるとマイク端子、ヘッドホン端子、そしてその下にはタイプ C USB、 そしてその下にはマルチケーブルなんで、まあこれはまあ従来通りのね、あのソニーらしさとか 7S3 とほぼ一緒ですね。ほぼ一緒とか全く一緒ですね。で、その後ろの、なんかスリットがこう、細かくバーっとこう出てるんですけど、このスリット自体が、冷却システムが搭載してるよっていうところがわかる、放熱の、なんか穴ですね。熱を出すところですね。この上のね、XLR が乗ってるところがちょっとわかりづらいな、これ。なんかオンオフって書いてるけど、ちょっと解像度がちょっと悪すぎて見えないですね、これね。はい。で、最後、この10番目。なんですけど、ここにスペックが載ってるんですよ。この情報って一体どっから漏れたんだろうっていうぐらいすごい詳細細かいですね。大きさ 129.7mm、 高さ 77.8mm で、前後とか前から後ろまでかが 84.5mm で、センサータイプが 35mm フルフレームって書いてますね。で、フレームレートが 4K120fps なので、7S3 と一緒です。で、ウェイトがこれが 715g なんで、超軽いですね、これね。正直すごいなぁ。ここまで情報が漏れるっていうことは、なんでこんな情報漏れたのかなって不思議なんですけどね。これが実際出るとしたら、相当、また、業界騒がれるよねってとこですよね。まあちょっとね、まだ実際これリークの情報でこの10枚のなんかスライドがですね、先ほどちょっと私もパッと見かけたんで、うわすげえなと思ったので、ちょっと言いたいなっていうところだったんですけど、まあ、ね、とりあえずもう24日まであと2日しかないので、まあどっちにしろあと2日したらまあ話わかることなんですけどね、ちょっとこういうのは早めの方がいいかなと思いつつも、ちょっと情報を共有してみました。
はい。ということでですね、今日はちょっとね、ざっくりね、まあ、ちょっと FX3 のね、ちょっとね、リーク情報をですね、ちょっと解説してみたということなんですね。はい。それでは、いつも通り最後までご清聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは、また会いましょう。